どうもタビアンです。目指せ三冠王ベースボールスター第3戦、現在のところ2連勝レトロゲームのタブヤンズ、今回は忍者のチームと戦ってみたいと思います。行くぞ。忍者ブラックソックスと対戦行きましょう。ネズミ小僧が相手だぜ。さあ1番バッター甲虫、まあ、サスケ、ナイス右打ち、能力上がってるからね。まあ試合終わった後にね、選手の詳しい能力少しずつね紹介していきたいと思います。2番バッターカウン、サスケ打ちづらいな、なんか横投げでサイドスロー、いやーストライクからボールになるカーブが中心か、いやーちょっと振り遅れたか、カーブ狙いだぜ。あーっとこれはゲッツー、カウンやられてしまいました。3番張飛、やっぱりこれ来るよね。でインコースボールが多いのかな、サスケデッドボールになるぞこれ、デッドボール狙いであ、そうはならないインコース来いよ、いやー怖い、ナイスカットインコース、サスケやられた敵ながらあっぱれだね。さあ諸葛孔明第2戦、うちのエース諸葛孔明、ファースト動き遅っあ、2番くのいち、くのいちさん足速そうだね。足速いけど、あー内野安打見事にくのいちやられてる、やひし、嘘でしょ、宇宙間真っ二つ。セカンドアウトでしょこれ、うわーマジか大ピンチ、諸葛孔明服部半蔵7割、いやもうこれ敬遠でいいでしょ、元気諸葛孔明ワンアウト満塁のピンチ、行くしかないよね、弁慶打率引くここだ、弁慶の泣きどころだ、弁慶の泣きどころアウトコース三振でしょこれ、あーちょっと今、いや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 、ナイスキャッチ、ゲッツーだ、うわまずはツーアウトか、犬丸、オラオライ、いやーしかし1点取られてしまいました。でも1点で収まってよかったねぐらいだよね。4番バッタータブヤン、打率5割に落ちました。初球打ち、足が遅いから内野安打は無理、もっとパワーヒッティングしてほしいよね。5番ジョウン、あ、それ追いつくのか、なんかサスケチームっていうか忍者チーム守備良さそうだよね。6番カンペ8割、なんか動き、なんか全体的に守備とか走力が良さそうだよね。これ抜かれる、まあ、守備、内野の守備でいうとショートとセカンドの、ね、守備力上げたいよな、ああいうボールを取れるようにねなりたいよね。諸葛孔明もボール球増えてきた、いやーバント、おテンマル、おバントしてきた、やってもたー孔明なんか動きが悪いよ、サードこれアウトでしょ、
で1番バッターにつなぐと、ネズミ小僧。いやもう打たして取っていこう、コウメ。宇宙艦、あ、追いつかなかった、マジか。今の取りたかったな。コウメ大ピンチ。めっちゃ調子悪いね、ピッチャー交代がない。2回でノック、あ、上昇と移籍やっぱ疲れてるんだ。これもうちょっと頑張ろう。ど真ん中勝負だ。いやー、いや、これはだいぶ厳しいね。ピッチャー事情も厳しいよ。これは取れるよね。よし、1点ずつ取られていく。ここはでも攻撃陣がね、頑張るしかないよね。攻撃陣が、だって攻撃のチームなんだもん。バッターボックス後ろに立ってみようかな。本来5番バッターのバチョウね。おー、ナイスバッティング。あ、後ろに反らしたよ。いいよ、いいですね。さあ、最初の得点チャンス。孔明、これちょっと孔明な。あ、ナイスデッドボール。孔明大丈夫か。次の試合ピ、次の、はい、ピッチングできるのか。ナイスバッティング。あー、これちょっと戻る、無理だね。これ張飛にかかってるね。あ、カウか。さあ、大チャンス到来。サスケはね、ボール球は多いよね。ただ基本カーブだから、これだ、ダメだ、戻れ。タブヤンまで回せよ、張飛。ツーアウト満塁、おいしいとこ持っていっていいよ、決めちまえ。どうだ、ナイスバッティング。さあ、1点返しました。そして4番、ここで打たないといつ打つんだ。集中。あー。どうだ、詰まりながらも4番だから落とすでしょ、落ちるだろう。よっしゃー。補填ヒットでも4番ですよ。さあ、長雨も続け。さあ、逆転のチャンス。ここビッグイニング、ビッグイニング作ってこの2試合勝ってきたからね。やられた。サスケさんもでも落ちてきてるよね。半蔵勝負してみようか。ホームラン打たれそうだけど、ナイスケチ。ああ嘘でしょ。何が起こったんだ。いや、 A ボタン押してしまうんだよね。いや、もう球威が全然ダメだ。もうダメだこりゃ。あー、帰ってこられた。ピッチャー交代するか。おめえ、調子悪かったのかな、最初から。まだ戻ってなかったのかもね。もうヒート応答でこれ西、この試合行くしかないのか。あ、でもこれ遺跡とか助手とか顔がね、ふにゃってなってるけど、無理じゃない、この2人で。おらおらおら、OK、 やっとワンアウト。10米、野球10米か。ホームラン1本、落ちない、これは届かない、取れないんだよね。いやー、いけるでしょ。よし、ツアート。本天丸さん、先ほどバントかな。これはいけるでしょ、さすがに。よっしゃー。いやー、毎回得点されるね。また追いつかないと。あ、サスケさんも球威落ちてる。
サスケはさん付け。じゃあしっかり見ていこう。見てストライク振っていこう。ストライクじゃないよ。微妙だったな今。基本カーブだから。おお、デッドボール狙ってんのか。7番8番は打つからね、宇宙チーム。ジャストミートぐらいだけどな。ホームラン打つほどのパワーないんだよね。もっと能力上げないといけないんだろうな。いやー、ちょっと淡白ですよ。サスケ続投か。しっかり。うわ、ギリギリだな。肩上げないとね、内野陣の。よし、ネズミ小僧さんに打たせれば。嘘でしょ。あれ取れないか。走ってくるか。これはさすがに。よっしゃ、ラッキーラッキーラッキー、初めて0点。さあ、ヒーは変えられませんね、これ。まあこれもう3球三振でもいいでしょう。落ち着こう。いや、まだ1点差ですからね。3連勝だけど、これリーグ戦を考えるとね、え、あと日本チームとアメリカチームは絶対強いでしょ。弱そうなチームから戦ってるからね、皆さんお気づきだと思いますけど。ここで3連勝で一気にこうね、残り2チーム、まあアメリカと優勝争いしないといけないんだろうけどね。さあ、フルカウントまで球数投げさせましたよ。さあ、球威みるみる落ちてる。チャンス、この回チャンス。いや、それストライク、うまいな。ボール1個分の出し入れ、うまいな。これは落ちるんじゃないか。いやー、キャッチするか。それほどまでにダッシュ力ないよね、外野の。つけ入る隙はあるよ。ナイスバッティング、カウン。さすが上位打線、上位打線。あ、ピッチャー交代か、ここで。早めの、あと向こう3人いるな、顔がいい顔してんの。8っすか、9.99、打たれたんだね。打ち込まれたのね、8っすかさん。これあれか、ハチスカさんストレート中心か。そういうピッチャー得意だよ。あ、ストレートっぽいな、この人。ちょうど打ち頃なんじゃないの、これ。あ、4番が打てないと勝てないよ。ヤシチ、これ取れないんだよね。これ後ろに反らすなよ。よし、これヒーで7回ぐらいまで行かないと厳しいよね。だから打たして取る。いやー、もうバリバリ打たれる。E さんも三振取りに行くわけにいかないんだよね、球数が。ここで一つファインプレーでも出ればな。よし、よく取った。よっ、一つ守ってくれた。ワンアウト。やっとワンアウト。ああ、まあまあ、ファースト投げても間に合わなかっただろうね。7番ジューベイか。この人なんかパワーありそうなんだよな、怖いよな。ナイスキャッチ。いや、素晴らしい。いやー、なんとか1点差で頑張ってる。ハチスカさん攻略するぞ。あんまり変化しないよね。いや、こういうピッチャー好きよ。打ちやすいから。あ、これ悩んだ。あ、硬いな。そして足遅い。うちのチームしょうがない、クリーンヒットでつないでいくタイプだから、うちのチームは。あー、ファール。長方、なんかガタイが小さくて足速そうな見た目の人いないもんね、うちのチーム。ボール球が分かりやすい。
にクロスファイヤー来る。おい、よく見たよ。フルカウント。いやー、狙い撃ったけどな。取られるのかい。いやー、打線がしぼんでるね。ヒーはめちゃくちゃ頑張ってんのにね。いやー、これ長打コース中継取ってくれよ。いやー、余裕のスリーベースやばい。ハチスカさん、スクイズとかやってきてスクイズ失敗ならんかね。あ、これホームだ。あー、やられたー。オールセーフ。いやー、でも今の走塁うまかったないや、気分転換。ネズミ小僧さんか。おお、走ったか。やってくるねあ、1点もやりたくないな、これ。三振取りたいね。あー、ちょっと力が入りすぎたか。もう9位もないしね。よし、いいですね。くのいちさん、いやー、ボールが緩すぎて、あー、しまった大ピンチ。あー、もう死んじゃったな。ヒーピッチャー答えだね、これ。ここはホート、そうだね、ホート、ホート行くか。ジョシュ遺跡ももう型になる、作らないとダメになってきたな。ここは全力で、ナイス、ナイス守備。1点で抑えて、いや、ビッグイニング作らせてないのは大きいよね。あとは攻撃陣だぜ。打ち頃のハチスカさんを、アメリカチームとかと戦ってこれ 9.99 とかなったのかもね通用しなかったの。ナイスバッティーン。あぶね外野ゴロやめてくれよ。あ、お父さんのとこが代打出したいな。バント、いやー、ダメだ。バントが当たらねー。バントも技術いるからね。ヒッティングしかないか。エンドラン。ああ、エンドランでもセカンド届かないんださあ、上位だぜ。チスカさん、なんか左右の投げ分けとかでうまいことされてる。ゲッツーかよー。まあ次の回2番バッターからっていう、ラッキーセブンがあれかよ。よし、4番を打ち取ったぜ。弁慶さんはなんか泣きどころだよね、この。いや、それ取れないか。ショートの能力よショートの能力上げたいよな。セカンド大活躍オッケー。さあ、ラッキーセブンは終わってしまったけど、守備交代、面白いことするな。セカンド梵天丸小太郎、セカンドが強化されたの。ごめんね、セカンドに投げ打たなくてあー、クリーンアップ。ここ三者凡退だったらもう厳しいよ。勝負だよ。いや、それサード取るか。うちのチームより守備いいね。ハチスカ交代、4番の前で三打優。横投げ、しかし4番は打つ。詰まりながらも素晴らしい。つなげつなげ、ホームラン打てないからね、うちのチームまだ。あ、デッドボールでもいい。たくましく育ってほしい。
打率落ちてきたね。いやインコースズバズバ来るタイプ、わあもう嫌なタイプだ。いや完全に抑えられた。ついに負けてしまうのか。あファースト今取れたんじゃねえの、うん、負けても観客入ってくれるのかな、どうなんだろうね。強化したいよね。負けて強くなるっていうのもあるんじゃないんですか賞金というかね、欲しいよね収入ね。いやそんな弱気なこと言ってる場合じゃないよ試合はまだ終わってないぜ。9回があるぜ。フォートを最後まで投げ切れ。よーしナイスピッチング。カンペどうしよう、代打構成行ってみる。あ馬体観察観光脅威馬食ね。馬体一本打ってますよ。うわー馬体情報のとこ代打、どうしようかな。左なんか右の方が打ちやすいんだけどねまあ右左行くか。観光カオの息子、三大王さん防御率 0.00 なんだ。フルスイングしてこい観光。よし落とせ、ナイス。バチョウのとこ、あバチョウどうしよっかな。バチョウそのまま行くか。行こうバチョウ、今日も一本打ってると思うんだよね。バチョウバチョウ嘘でしょで体操はね誰が足速いか把握してないんで監督がね。代打いきます、フォートのとこ。脅威いきましょう。諸葛亮のね後継ぎとまで言われた脅威。やられた。いや今日は完敗でした。忍者チーム強かった。賞金はなしっていうかアウェー扱い、負けたからなのかどうなんだろうね。うわ賞金なしということでリーグ戦続けてねいきたいと思いますが、まずアメリカチームだよね。アメリカチームは、SNK とやってませんね。 SNK と対戦しましょう。でしょ3回コールドめちゃくちゃ打ってるじゃん。はいそして、日本チーム、SNK NB か、忍者チームとまたやればいいのかな。合ってる、忍者チームと忍者チーム連戦。おお4対1で日本の勝ち。どうなった、あ忍者チーム4試合やっちゃった。あそっか、ちょっと変則になっちゃったね。女子チームとやらないといけなかったんだね。失礼しました。まあアメリカが全勝で首位、タブヤンズと日本が追いかけております。でちょっとチームをね紹介少ししたいと思います。まあ今回も私のチームいきましょうかね。そうだね、今回はピッチャー陣紹介しましょうか。諸葛孔明こんな感じ、スピードさすがエースですね。スピード13、まあマックス15みたいなんでね。ただもうストレート中心だね、こう見るとね。
はい、野手の力、あ、まあこんな打てないですね。序章、まあ落ちるね。孔明に比べたらちょっとだけカーブとシュートが曲がる感じ。人気全くありません。移籍、スタミナはあります。スピードまあまあいい。まあ落ちるよね。これでよく頑張ったね。それから抑えの切り札、1,2,3,4,5 人なんだねピッチャーね。あー、抑えの切り札というにはちょっと能力不足だよね。はい、ということで次回もお楽しみに。さよなら。